どうもお世話になっております。アムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダムより HGUC144/1 ゴッグを買ってきました。2000年3月発売で定価864円となっています。 HGUC のナンバーが008ということで、20年近く昔の HGUC 最初期のキットということになります。はい、ゴッグに関しては、ズゴックや悪海などが浴びてきた脚光をね、考えると20年近く昔にキット化されて以後、まあほったらかしな感じもします。ゴッグ以前に発売されたガンキャノン、ギャン、キュベレイ、百式などはリニューアルされましたが、さすがにゴッグはガンダムのアニメがリメイクでもねされない限りリニューアルはないだろうなという感じはします。それでは、組み立てていきます。では、ゴッグについての解説説明書に記載されていますので読み上げていきます。 MSM-03 ゴッグ。広告軍は宇宙世紀79年2月、地球侵攻作戦の決定を待って水陸両用モビルスーツの開発に着手した。広告軍が開発した水陸両用モビルスーツは空間及び陸戦用の標準的な機体と比べ、単純計算で2から3倍のジェネレーター出力を持っている。これは水冷構造などを取り入れた新たな冷却システムが開発されたことによって可能となったもので、初期の計画では06系の機体を回収して水陸両用機として運用するという構想もあったのだが、実際に建造された MS-06M ザクマリンタイプはいわゆる水中巡航機として実戦に耐えうるものではなかったため、全く新たな観点から水陸両用モビルスーツが開発されることとなり、 MSM というカテゴリーが設けられた。第1期水陸両用モビルスーツとして開発されたゴッグはすでにビーム兵器の搭載を達成しており、投入当初よりその性能を遺憾なく発揮した。広告軍が水陸両用モビルスーツを効果的に運用できたのは海上戦力の展開のかなり初期の段階で、潜水艦隊を編成できたからである。ゴッグは反応炉の冷却システム上の制限により陸戦での稼働時間は短かったと言われており、本来は単独かっこあるいはモビルスーツのみによる部隊での運用が想定されていた水陸両用モビルスーツの支援装備の開発が急務となった。そこで浮上したのが潜水艦艇とのコンビネーションである。この運用方法は潜水艦の攻撃能力を高めたのみならず、水陸両用モビルスーツの展開にも有利に作用し、上陸侵攻作戦などにおいて威力を発揮した。はい、ということです。続いてはゴッグの各部位武装についての解説です。推進装置、基本的には後の機体と同様、機体各所に設けられたインテークから取り入れた海水を高圧で噴出するハイドロジェット及びロケットまたはウォータージェットによって巡航する。フリージーヤード展開中は取水口を閉鎖する必要があるため、可能な限り速やかに機雷源を離脱し、絡め取った機雷などを除去投棄する必要がある。メガ粒子砲、ゴッグは熱核反応炉の冷却に水冷構造を採用したため、他の機体に先んじてメガ粒子砲を装備することが可能となった。ただし腹部に2門の固定武装とされたため取り回しが困難であったとも言われている。アイアンネイル、ゴッグの近接戦闘用武装兼簡易マニピュレーターとして機能する。機体運用上オプションの携行が困難であったため斬撃武装の代替案として装備された。実戦においては防御用装備としても非常に有効に機能した。巡航時は腕部が収縮し肩アーマーと一体化することで整流効果を得ることが可能。はい、ということで組み立ては完了しています。今時のロボットアニメですと、敵も味方も
整った姿形のものが多いですから、まあからさまにブサイクなフォルムに、茶色と黄土色のカラーリングと、まあ、分かりやすい悪役というか、敵側を体現した姿形に哀愁を感じます。はい、 HGUC 化にあたってはリデザインされているようで、まあ決して整った姿形ではなくても私にはかっこよく見えてしまいます。はい、腕を外してアイアンネイルをショルダーアーマーのピンに差し込むことで腕を縮めた水中巡航形態を再現できます。説明書によると6つに分かれている腕のパーツは、一番上が肩、2から4番目が上腕、5番目が前腕、一番下が手首という扱いのようです。はい、首も左右に少し触れる程度、膝も90度ほどしか曲がらず、まあ可動については決して広くはありませんが、蛇腹になった腕や個別に稼働するアイアンネイルのおかげで、微妙な表情付けもできて、意外といろいろなポーズが決まるように思います。はい、合わせ目はいろいろな場所に出ます。胴体から腹部、腰部にかけて、またバックパック、アイアンネイル、肩から足首関節にかけて、などが合わせ目になります。はい、ということで HGUC144/1 ゴッグの組み立てとレビューでした。特にトレンドに左右されるようなフォルムでもありませんし、色再現度も悪くありません。まあ別にリニューアルされなくても十分にね、満足できる造形だと思いますが、可動域が広がったり、またね、別パーツ化されたモノアイが実装されたゴッグも見てみたいなと思ったりもします。はい、それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。